こんにちは。私はヨシです。このビデオはシンシアシステムレビュービデオ14番目です。それでは私の講座を見てみましょう。今日また追加で1人で、私のチームは60人になりました。それで、チームターンオーバーが801ドル16セントになりました。次なんですが、ダッシュボード行ってみましょう。で昨日の儲けが、ここですね。0.63 の、2.84 ドルですね。もしかしたら、この収入が少ないじゃないかと思う人もいると思います。だけど、今すぐに始めることをお勧めします。なぜなら、ここの、計算機に行ってみましょう。例えば100ドル、まあ最低の投資金額100ドルなんですが、100ドルと始めますよね。そうすると、例えば、ここですね。初めの月にだいたい8ドルの儲けになりますね。7.75 ですね。まあ、これは、15% の、15.15%、まあ、平均ですね。今までの過去のデータを元にした。その、収入の、パーセントを元に、この計算機は、計算機を作っています。で、例えば、まあ、1ヶ月目を見てみましょう。で、まあ、だいたい 7.75、まあ、だいたい8ドルぐらいですよね。この儲けが次の2月目に、自動的にここに投資されることになります。まあ、これ、ここは100%と再投資にしてるんですが、で、まあ、そうなりますよね。で、例えば、2ヶ月目の元金が、この 7.75 が増えるじゃないですか。で、2ヶ月目の儲けが今度 8.35。で、3ヶ月目の投資が、この 8.35 がさらに投資されて、まあ、ここ、どんどん増えていきますよね、投資金額が。で、それに対してのこのパーセントになるので、まあ、儲けもどんどん増えていくじゃないですか。で、このようにコンパウンディングをすると、どん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 、自分の元金が増えるじゃないですか。投資金額ですね。で、例えば1年間経つと244ドルですね。で、その、まあ、まあ、どん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 こう追加していくと、まあ、2年目に今度は617ドル。100ドル入れて、まあ、6倍になるってことですよね。で、3年目だと今度、1819ドル。まあ、例えばですね、もしこの4年目の1ヶ月目から、例えば 100% のその FX の儲けを引き下ろそうとしますよね。そうすると、ここですね。投資金額が1819ドル70セントですね。で、この金額は、期限があるとかそういうことはありません。だから、口座に、例えばこの金額があれば、まあ、ずっとそのまま、こう、儲けが発生するってことですね。で、例えば、その、4年目の1ヶ月目から全額下ろすとしますよね。そうすると、183ドル、まあ、下ろせれます。で、始めたのは100ドルですよね。だから、自分の入れた金額よりも多く、まあ、下ろせますよね。で、これは1回だけじゃなく、例えば、元金はここにずっとあるので、まあ、例えばこの時期から、全部、100% の儲けを下ろすじゃないですか。だから、ここに見たく、こう、元金が増えないですよね。まあ、ここで下ろすんで、だから、例えば、おろしせる金額がこれですよね。で、この金額はだいたい毎月こう入ると思いますね。だから、まあ、100ドルで始めて、まあ、なんていうかな、こう、儲けがどんどん増えていくと、まあ、最終的には、自分の入れた金額よりも多く毎月おろせれるようになるってことですね。で、まず100ドルで始めることをお勧めします。それで、まあ、システムをテストして、もし気に入ったのであれば、まあ、追加でこう投資しますよね。例えば、さらに500ドル投資したとしましょう。で、100ドル入ってるので、まあ全部で600ドルになりますよね。で、600に変えてみましょうか。そうすると、まあもっともっと儲けが早くなります。なぜなら、最低の、パッケージが100ドルですよね。それプラス 5% の、経費なので、105ドルですよね。で、儲けが105ドルになった時点で、この1ヶ月間待って自動的に投資されるのを待たないで、自分でさらにこう、その金額を使って投資することができるんですよ。そうすると、コンパウンディングが早く始まるじゃないですか。そうすると、どんどんこの元金が増えていくので、儲けも増えますよね。例えば、ここですね。1222ドルの元金になると、113ドルの儲けですね、1ヶ月に。そうすると、さらにこの投資のパッケージを買うことができるんですよね。そうすると、まあ、どん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 早くこう、投資の元金というか、投資金額が増えていくじゃないですか。そうすると、もっともっとパーセントも増えますよね。だからこの時期になると、もうものすごく早くなりますね。で、はじめ大体、まあ、1ヶ月に1つのその100ドルのパックを買うことができるようになってきますよね。そのうち今度、1週間に1回になりますよね。で次に今度、1日に1回。で、まあ、次に1日に3、4回とか、こう、どん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 、儲けが増えるにつれて、
投資する金額も増えるじゃないですか。そうなると、もう、結構な、儲けになりますよね。で、まあ、例えば、これはまあ、600ドルじゃないですか。で、例えば2年間、投資を続けたとしますよね。で、3年目の1ヶ月目に下ろすとします。例えば、2年間そのまま100%を積み込んでいると、5597ドル、投資金額になります。で、この金額は、例えば、下ろしたいと思ったら下ろせれます。で、次の月に、まあ、儲けを全部、儲けた金額を下ろす、100%下ろすことにします。だから、投資はしなくなりますよね。だから、元金はこのままになりますね。元金っていうか、投資金額はこの5597ドルになりますよね。で、それに対してのパーセントなので、ここですね。607ドルの儲けが、まあ、毎月下ろせるようになります。で、これは1回じゃなく、毎月になりますね。で、さらに、また、利益を投資して、まあ、この投資金額を増やしてもいいし、まあ、そのまま、ただ、毎月、現金、儲けを下ろしてもいいですよね。で、まあ、この儲け、この投資の、金額は、期限があって、なんていうか、期限が切れて、まあ、儲けが発生しなくなるとか、そういうことはありません。なぜなら FX なので、その元金がその口座にある限り、まあ、儲けは発生するんですよね。だから、例えばここで、3年目の1ヶ月目に600ドルを下ろすと、まあ、600ドルで始めてるじゃないですか、大体。まあ、初めに100入れて、次に500入れて、だから、まあ、ここの時点でもう1回下ろしただけでもっと取れちゃいますよね。で、次の月からもう、ずっと儲けですよね。で、これは、誰も紹介してない状況です。ただ単に自分で、投資をしたっていう金額ですね。で、もしあなたも、申請システムでお金を儲けたければ、このビデオの下にリンクがあります。そこをクリックすると、こういう感じ、YouTube のビデオですね。で、この下に、リンクがあります。で、この初めのリンクをクリックすると、このページに飛びますね。で、ここに4つビデオがあります。まず初めのビデオで、どのようにこのメンバー登録するかですね。で、次に、申請システムの S ウォレットの使い方。これはクリプトキャレンシーの、財布ですね。で、そこにまずお金を入れますよね。その次に、そのお金を使ってどのように投資をするか。ですね。そして最後に、どうして、この申請システムに投資したいか。っていうこと。まあ理由ですね。なぜ、この、会社に投資をすることがいいか、みたいな感じですね。で、もし、私のチームに入った場合、私はボーナスを差し上げます。で、ここなんですが、これは日本語のグループです。で、この下を行きま、あ、下に行きますと、ここのアナウンスメントのポストに、このガイドを、ビデオで紹介しています。で、どのようにこの私が、チームを作成しているかっていうのを、ここでお見せしています。まだ一つしかビデオないですが、そのうちどんどんこう追加していきます。それではもし質問がありましたら、このグループにポストするか、私の Facebook の講座ここですね。で、メッセージをください。それではこのビデオはこれで終わります。私の名前はヨシです。では次回のビデオでまたお会いしましょう。それではまた。